なんかこうやってみたいアニメのアフレコって何かありますか？これを機に、例えば。やってみたい。なんですかね。この役やりたい。でも、いくつかアフレコのお仕事はさせていただいたんですけど、なんだろう、女の子に来てきたので、今度は、何ですかね、少年、男の子、そういうのにも挑戦してみたいなと思います。ちょっと不良っぽい。いや、不良ですか、できますから。頑張ります。ゴルフの中で結構エロいとか、はい、そういう言葉が結構連呼されてますけど、はい、普段使います、うん、そんなに使いはしないです普通にもそんなにたくさん出てくるわけではなくて、たまたまそうやったシーンがちょうどそういう単語が出てくるところをなぜか抜粋されていて、はい、ちょっと、はい、びっくりしたんですけど、そういうお話じゃないです。今回ですね、初挑戦ということなので、はい、メンバーにですね、なんか相談とかしたりしました？相談ですか？相談というのはしなかったですけど、でもその、このアニメの映画に出演することが決まったのが、ニュースで発表されたときは、メンバーがみんな、おめでとうってメールとかあったときに、直接言ってくれたりとかして、それは、すごい嬉しかったです。この選ばれた学園というとですね、はい、やはり将来の学生さんとかですね、はい、名のある方々がやってきたんですが、はい、そこら辺のプレッシャーってありますか？そうですね、やっぱり本当に昔から本当にすごく大きな作品というか、やっぱり今まで実写化がされてましたけど、このアニメ化というのは今回が初めてなのでなんですけど、やっぱりなんだろう、プレッシャーというか、こうやってそのなつきちゃん役に選んでいただいたので、しっかりとこのなつきちゃん役が務まるように頑張ろうという気持ちでいます。見ました？役しました？いや、見てない。これから、はい、そういう作品に超能力がモチーフになってると思うんですけど、渡辺さん的にはこんな超能力あったらなっていう欲しいパワーありますか？欲しいパワー、何ですかね。いっぱいあるんですけど、ワープワープって超能力ですか？ワープ、別のところに移動するんですよね。そうですね、テレポーテーションです。ワープでしょ。そうですね、なんかすごくマイペースで行動が遅いので、多分ワープできればすごく行動が早くなると思うので。ちなみに今はどこにワープしたわけですか？今ですか？ここら辺に。はい、ここから逃げたいということ。それはそうじゃないんですけど、ちょっと試しに近場に行ってみたいなと思います。じゃあ、今度は夏も減りましょうか。では来週ちょうどじゃんけん、はい、そうですね、はい、こうなんか特別なんかこう祈願してる、例えば、ね、まず何ですかね。でも今回はシード枠で一回だけ勝てば選抜メンバーに入れるので、まあ、でもその一回が大事なので、そこで勝てば入れますけど、負けたらもうそこでおしまいなので、ドキドキ緊張してますね。だからそういう能力は使いたくないんですか？お、じゃんけんですか？勝てる超能力使いたいですけど、使えないですね。あ、使いたいですね。でも本当じゃんけんは運なので、私負けて一回も勝ったことないんですけど、私は勝てたらいいなと思ってます。これもじゃんけん弱い、じゃんけん弱いタイプ？弱いですね。去年一昨年で一回戦では勝つんですけど、2回戦で絶対負けてしまって、選抜入りは毎年できてないので、うん、弱いですね。じゃあ目標は当然選抜に入る？そうですね、入るからにはやっぱりせっかくだからセンターを勝ち取ってセンターになりたいですね、やっぱり。じゃあすいません、最後の質問とさせてください。はい、
祈願で、昨日指原さんが主演映画のヒット祈願で、うん、豆まきをやったんですよ、季節外れ。渡辺さんも何かこの映画を祈願してやりたいイベントとか。ああ、何ですかね、ヒット祈願で。何だろう。指原さん、自分の好きなことをやってるから。そうなんですか。何ですか、何がいいかな。ワークはどうが叶う感じ。ワークはできないですか。ワークできないんですから、何だろう。全国劇場回る。ああ。アニメート周りって いいですね、それも。いいですね、なんだろう。あ、狙われた学園ってことで、学校学園、中学校が舞台になったので、なんだろう、中学校に行って超能力ごっこみたいな映画に交えた感じでできたらいい感じで、狙われた学園もなんか知っていただけるのかなと思います。はい、じゃあそろそろワープさせていただければ。じゃあ最後に一言。はい、はい、今回このドラドラの楽園というとても素敵な作品に夏希ちゃん役で出演させていただくことになりました。本当に何ですかね、本当にとても素敵な作品で、青春の甘酸っぱい恋のお話があったり、その不思議な感じですかね、学校がいろんな謎に巻き込まれていくというお話なんですけど、皆さんぜひ劇場にいらしてください。よろしくお願いします。